あそこにカマキリがおりますな。カマキリ成虫ですな。ちょっと捕まえてみるか。カマキリ逃げんなよ、逃げんなよ。ほいしよっしゃ捕まえた。こいつは何カマキリかな。オオカマキリですね。オオカマキリはね、下羽が黒くなってるんですよ。オオカマキリの褐色型ですね。メスかな、メスですね。これはボッテボテですね。オオカマキリ、うわ、これね、ここに明かりがあるんですけども、明かりに飛んでくる虫を狙って待ち構えてるんですね。さっきのカエルもそう、明かりがあるところにはいろんな虫が飛んでくるから、その虫を狙って捕食者もやってくるわけね。だからカマキリも光に吸い寄せられてくるわけですよ。光のあるとこ行ったら餌が簡単に取れますからね。うわ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 、やばいやばいやばい、危ない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 、あれ威嚇してこんな。普通はね、これ危ない危ないとか言ってツンツンしたらね、怒って威嚇してくるんやけど、あ、威嚇せんの。危ない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 、危なくないぞカマキリ。ちょっと気を引く目やから、ちょっと活性が低いのかな。で、見てください、このお尻、この羽の感じとね、このお尻の先っぽのちょんちょんってしたね、2本の角みたいなのが生えてますよね。どことなくゴキブリっぽくないですか、これ。この羽のつき方といい、このお尻のね、ちょんちょんと2つの突起が出てる感じといい、ゴキブリっぽくないですか。カマキリはね、実はゴキブリに近い仲間なんですね。ゴキブリの仲間なの。あのゴキブリが、ね、肉食化したのがカマキリ。肉食ゴキブリですね、これ。やばいやばいやばい、ゴキブリゴキブリゴキブリ、危ない危ない危ない、ゴキブリ、うわー、ちょっとゴキブリはちょっと勘弁やわ。うわー、あー危ない、このゴキブリやばい。ほら、この顔、こんな怖い顔のゴキブリ見たことないわ。初めて見た、こんな怖い顔のゴキブリ。危ない危ない危ない、ゴキブリやばい。ほら、あー危ない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 、お、ちょっと怒ってきた、ちょっと怒ってきた怒ってきた怒ってきた、ちょ、ゴキブリっつってちょっと腹立ったのかな。でもね、ゴキブリの仲間なのは事実やからね、ゴキブリに近い仲間なんですよ、カマキリは。ちょっと威嚇してますね、怒ってますね、少し。気をつけて、これあんまりね、こうツンツンしてると鎌でね、こう指をガシッてやられて噛まれますからね。噛むんですよ、カマキリって。危ない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 、危ない危ない危ない、これこれボッテボテのブリッブリの巨カマキリですよ。オオカマキリですからね。オオカマキリやべえわ。ちょ、逃がしといたろ。ごめんね。ごめんごめんごめん。ごめんごめん。もう逃がしといたら、そっとしといたるわ。ごめんね。危ない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